まあ、今日はですねマーケティングプランということなんですけど、雨初めて聞く方、それか最近聞きたて48か、あとはもうちょっとねさっきあの感動する話系だったんで、僕どういう顔していけばいいか分かんないですけど、まあちょっとねあの自分らしくいこうと思います。はい、まあね、あの聞きたての人とかね、あと引きたての人とかいろいろいますよね。引きたてっていうのはこういう感じですよ、わかる？やめてするっていうね、引き立てか聞き立てか、まあ、どんな感じか分かりませんけど、まあ、とにかくね今日は別に雨を聞いたからやりましょうの回ではありません。よろしいですか？そしてあの頑張ってる人やね、あの最近頑張ろうとしてる人、もしくはどうでもいいと思ってるけど、まあ誘ってくれるからいいかなっていう人ね、まあ頑張ろうとは思ってるけど正直みたいな人、とにかくいろんな人がいると思うんですけど、まあ僕自身はあの分かりやすくねこの雨っていうので、あの、まあ、さっきの佐伯さんね、ほらね、あんまうまくいかないよってね、こうね、でも続けてれば大丈夫ってあったじゃないですか。すいません早くてねえ、まあ、腹立つわって絶対言ってるんですけどね後ろで、はい、ほんま腹立つ、あの太ってるのって言うんですけど、まあ僕は今ちょうどね、あの、まあ、毎月毎月こうやって大阪に来させてもらったり、いろんなことがあってこう時をね経過させてるんですけど、今2年と4ヶ月経ったんですね。じゃあ2年と4ヶ月前はっていうと大学生だったんで、まあ、だいぶこの振り幅がね、うん、じゃあ皆さんの2年前ってどうでしたかって話なんですよ。僕の2年前はですね、あの大学をちょうどまあ辞めて、まあ、2年と4ヶ月前か大学を辞めて、で4畳半洗濯機共同のところに引っ越し、まあそれで、まあ、いい、まあ、頑張ろうみたいな感じでスタートしたって感じなんですよ。そう、あれ、うん、あんま盛り上がってないですね別に、まあ、盛り上がる話してないんですけど、まあ、そんな感じでね、だいぶコロッと人生変わって、で教えた友達中心に今年ラスベガス行ったりするって感じなんですよ。そう、だからね、なんて言うんだろうな、皆さんのところに雨が来たってことをもう一回ね、あのシンプルにあの捉えてほしいなと思うんですけど、まあ、これ最初からマーケティング、まあ、まあ、なんなの人が多いじゃん、そうでね、あの雨の分かりづらいとこトップ3っていうのがあるわけ。そう、それでトップ3のまず第3位ね、いきなり来るっていうの分かりづらいでしょ。大丈夫ですか？この中でね予告されてきた人っていなくない？あ、そろそろ来そうだな、なんか雨みたいな話みたいな、雨でしょ来たみたいな、ないでしょ。そう、大体ね、あの予想外の人から来るわけよ。まあどんな感じかっていうと、あの雨って知ってるみたいな、雨みたいなね、うん、この間僕さ、あのセグウェイって言われましたからね、雨って知ってるって言ったら、あ、セグウェイ、あ、乗るやつって言ったら、しげーよみたいな、うん、なんかね、とにかく唐突もなく来ます。はい、で、ですごい話だって言ってくるから、これトップ2はね、あのすごい話だってくるわけだから、なチャンスだよじゃないけど、これ本当に人生変わるかもしれないみたいな風潮で来るわけよ。でも今まで皆さんの中でね、チャンスってどこで聞いてきましたか？僕はパチンコ屋の中での、あの台の前をにして聞いてたんですよね、うん、どうですか、チャンスって言葉聞いたことありますかね？僕はあのパチンコ屋の玉が入ってチャンスっていうね、あの全然チャンスじゃないチャンスをねずっと聞いてきたんで、だからチャンスといえば嘘くさいみたいな、わかる、うん、チャンスは信用できないっていうね、なんかレッテルを貼った状態で、まあ、来ましたね、うん、でまあなんといってもなんかあの雨してる人って本当に真剣にねその人を手伝おうと思ってるんで、あの不思議なくらい優しいんですよね、うん、それが気持ち悪いトップ3なんですけど、大丈夫ですか皆さん、はい、え、何、え、はじめましてって言って握手を求められるみたいな、それがキモくなかったですか？僕はすごく気持ち悪かったです。はい、あのでも今雨でだいぶ、はい、お世話になってますけど、あのとにかくそういう部分で、あの1回目僕がなぜ雨が分からなくて、で気持ち悪って言った3年間があって、その後に雨ってものが分かって、で今があるわけですよ。そうで、その1回目と2回目は、あの要するに今日初めて聞く人にとってみてもすごく重要な部分でもあるんでね、僕の1回目の雨っていうのはどちらかというと、あの、まあ、唐突もなくさっきも言いましたけど来ました。で、まあ、彼女、当時付き合ってた彼女なんで、まあ、元カノなんですけどね、まあまあ、なんなの、うん、まあいいんですけどね、はい、まあ、元カノが、ね、なんか中島さんっていうすごい人の家に行くから遊びに行こうっていうところから始まるわけですよ。うん、しかもそれもどんな感じかって、今はいい感じで言いましたけど、相当嫌な感じで来たんですよ。ね、お母さんから電話が来るわけ。もしもし、みたいな。お母さん、しかもママなのね。ママ、みたいな。明日急だよ、無理。明日は絶対無理だって。みたいな。分かった、じゃあなんとか調整するって言って電話を切られるわけよ。じゃあ隣にいた俺はって言うと、やっぱり聞いちゃうでしょ、一応彼氏だから、その時は。ね、どうしたのって聞くじゃん。そしたら、なんか明日さ、中島さんっていう人の家になんか行かないといけないみたいで、なんかすごい人とか、なんかすごい人らしいんだけど、マジ行きたくない、最悪とか言ってるわけ。
うん、そう絶対行かなきゃいけないの。だってママが絶対来いって言うし、タクシー代も出すって言うからよっぽどだよみたいなね。でもね、私すごい人って言うじゃんみたいな。だいたい今バイトしてるのが、ね、西麻布の時給4500円で私バイトしてるのね。すごいなんか椎名なんかなんかなんとかなんとかとかいろんなことを人と絡んでるけど、だいたいすごい人ってさ、下ネタを言うかお尻触ってくるか、あとは本当疲れてるかって、そんな感じなんだよね。だからさ、下行く中島さんもさ、なんかそうやってなんかなんかすごい嫌な感じになったら嫌なんだよねみたいな。しかも親いるじゃんみたいな。親いる前でお尻とかされたら最悪じゃないって言うわけよ。ってことはどういうことかっていうと、俺隣にいる俺はね、フワンフワンフワンって浮かぶじゃん。すいません、やめてくださいみたいな。お父さん、お母さんとか言いながら、お父さんとお母さん知らないふりしてるから。わかる？でもやっぱりさ、そうなったら正義感湧かない？で俺だから、おい、ちょっと待ってよ、お前それやばくねっつって。いや、今すぐ母さんに電話し直して、俺も行っていいか聞いてくんねって言うわけよ。で、そしたらね、わかったっつって。明日、彼氏のケイスケも行くって言ってるけど、いいかな、お母さんとか言って。あ、ケイスケもオッケーだってとか言って。で、俺の場合は、まあーって感じじゃなくて、オッケーみたいな。もしなんか、ね、もしその中島さんって人が、もしなんか触ったりした場合には、俺やってやっからよって言って、まあ結構備えた感じで行くわけよ。そうそうそう。どんぐらい備えてたかっていうとね、手にタトゥーシール貼るぐらい備えてましたからね。相当でしょ、威嚇レベルマックスだからね。だから手になんか目のタトゥーシールとかここに貼って、わかる、あのムルー、ムルーの、わかる、あのタトゥーシールわかんないか、まあいいけど、それ目やたら貼りまくって、でなんか彼女からシャネルのピアスとか借りてね、こう俺シャネルだぜみたいなバリでね、行きました。そう。で、まあ30億の家っていう家だったんですけど、まあその中島さんっていうのが後にね、僕が本当に命の恩人じゃないですけど、本当に雨で友達と一緒に自由になる上で、本当にあの、まあ、助けてくださった人になるんですけど、まあ、その時は全くそんなことも分からず行った家で、でそれが家に着いて家の玄関を目の前にして30億の家だからって発言をポロッと言われるわけ。でも僕秋田県民でね、どうしてもやっぱり秋田県民にとっての億っていう数字は恐怖でしかないわけよ。いやそうでしょ、でどうね、みんなこれ大阪ばっかりに住んでたわけじゃないでしょ、地元がなんか島ですとか新潟ですとかね、コシヒカリですとか全部新潟かつね、うん、まあいいんですけどね、まあ、とにかくまあまあそんな斎藤坪さんがいたからあのちょっといじっただけなんですけど、あのまあそんな感じでね、あのまあいろいろいると思うんですけど、まあ、僕の場合は秋田県なんで基本的に恐怖って言葉があったんですけど、でもやっぱり彼女を守るために自分はやっぱり本気出さなきゃいけないってことで、いざね30億の家にね踏み入るわけよ。そう。だけど問題なのが玄関がね、こういう扉でもこういう扉でもなく、両方開くタイプだったわけよ。わかる？まず待ち待ち、冷静に考えよう。ね、両方開くタイプの家ってあんまなくない？普通こうかこうじゃん。そうじゃん。なのに両方開くタイプだったわけよ。わ、これほんとやべえと思って、すげえその時にね、なんか壺をかわされるとか、なんかこう催眠術とかかけられて、なんかこう倒れるとかね。なんかすっげえいろいろ考えたんですよ。そう。で、バーって開けたら、なんか壺とかが置いてあって、で、靴がバーってブランド物の靴が置いてあって、うわ、これめっちゃやべえ家じゃんとか思いながら、まあ入っていくわけ。で、どんな中島さんって人がいるんだろうなと思って、こう自分の中でいろんな想像するわけよ。ね、こうペルシャ猫をね、こう膝にこう抱えてる。いらっしゃい、やーみたいな、やーとかって使うようなタイプの人なのか、もしくは貴金属をね、つけれるだけつけて、こう、葉巻をね、家で、なんか室内でもサングラスつけてる人、あ、そういうイメージわかる。あ、これどっちなんだろうと思って行ったら、テニス終わった後かなんかの中島かおるさんがいたんですね。 T シャツ短パンで、でパソコン触りながら、いらっしゃいとか言ってめっちゃポップだったんですよ。あれみたいな、間取られたって思いながら、わかる、想像してたのと全く違うわけよ。そう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 。で結局家に行って、でまあ話が始まってね、でなんかいろんな話していくうちに何してるかわかんない空気が漂ったんで、とりあえず僕から聞いちゃったんですね。それで中島さんって一体何の仕事してるんですかって聞いたら、アムエって言われたわけで、僕、アメ全く知らなかったんですけど、その空気が、どうしてもアメ知っとかなきゃいけないみたいな、なんか、知ってないとまずいでしょみたいな、なんかその常識みたいな、なんか、わかる、富裕層の常識みたいな感じの空気流れてて、あー、アメですかって、とりあえず言ってみたんですよ。そしたら、あ、アメ知ってるんだお前みたいな、え、知ってるのみたいな、なんか周りも盛り上がっちゃって、あ、これほんとやばい展開になると思って、あ、すいません、これほんとすいません、知らないんです、ほんと、僕知らないんですって言って、ね、で、その時のね、あ、そうなのって、なんか、この、なんか嫌そうな顔っていうか、なんか、がっかりしたそうな顔っていうのすげえ覚えてるんですけど、まあ、それでね、じゃあ分かった、お前に教えてあげるって聞いたのが1回目のアムエなんですよ。そう。で、とにかくお前にとってアムエっていうのはすごいことになるし、アムエはすごい話だからって言われたんですね。そう言って、中島かおるさんの家でおもむろに、飯食ってるところからホワイトボードがガタ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 って出てきて、プランが始まるわけ。うん、で、それを見たときにね、まあ、なんかすごい話が来るんだろうなって思ってたけど、どっか構えてる自分もいるわけ。絶対
対に騙されないみたいな、わかる？そう。でもとにかくこのことをね、いやこれが変じゃんってことを自分なりに言ってあげようと思うから結構本気で聞くわけよ。そうで、なんか分かろうとすればするほど、どっから情報を持ってくるかって自分の過去じゃん。そうでしょ、自分の過去、今まで生きてきた過程の中でなんかすごい話とかそういうのをこうバーってデータベースで辿っていって、よしこの話を分かろうってするじゃん。それみんな人間そうだからね。そうで、そう思った時に19歳の渡辺圭介、秋田県で生まれて普通にバスケットボールは頑張ってきましたけど、それ以外は人並み以下の人が、アメイって情報を30億の上で聞いた場合、ね、どう思ったかというと、仕事とか副業っていう風に捉えて終了したわけ。わかる？自分の中で結論が出たわけ。へえ、副業仕事みたいな。でパンって出たから、あ、副業とか仕事の紹介を俺にしてくれてるんだみたいな、うん、じゃあその瞬間にどこと比べたと思います？自分がこれから働く就職先、まあ皆さんだったら今働いてる仕事と比べちゃうわけよ。だから僕はっていうと、何と比べたかって、その要するに何年か先にするプロバスケットボール選手と、要するにアムウェイっていう2つの仕事を比べちゃったわけよ。じゃあどっちが勝ったと思います？よくわからないアムウェイ、もう一つはっていうと自分がしたい仕事、じゃあこっち勝つに決まってますよね。だから自分はっていうと、話の途中でいい話をありがとうございましたって言って断ろうと思って話を一応最後まで流して聞くわけなんだけど、僕の場合すごくね、あの人に恵まれてるんですけど、その時一緒にいた彼女が同じリアクションするだろうなと思ったわけ。彼女はっていうと、もともと芸能事務所に勤めてて、要するに僕も誰もができるような職業をこれからつく人ではない、彼女も全員が全員できる仕事ではないっていう特殊な、ある意味自分の好きなことが仕事になる一握りのジャンルだったのに、彼女はっていうと、アメイ聞いた瞬間に鼻息が荒いんですよ。わかる？え？みたいな、とかっておもむろになんか声が漏れてるわけよ、話の途中で。うわーとか言ってるわけよ。で俺からしてみたら気持ち悪いと思いながら、なんどうしたの、みたいな、うん、で話を聞いて終わった後に、僕はいい話ありがとうございました、よし帰ろうって話をしたら、彼女がカオルさん、私20歳になったらモデル事務所も全部やめて、アメ本気でやりたいですとか言うわけ。終わったと思って、わあもう洗脳にあったみたいな、なんかこうボタンとかあるんだったら解除したいなみたいな、そんな感じよ。わかる？もうなんかもう入ってるわけよ、モードに。で周りの人たちはどう言ったかというと、え、分かっちゃったのとか言うわけよ。何分かっちゃったのってみたいな、俺からしてみたら、え、すごい、この年齢で分かったなんてすごい、もう逃げ切りとか言うわけよ。キャーとか盛り上がってるわけよ、マジ気持ち悪いと思って。で結局彼女はっていうと、本当に20歳のタイミングでアムウェイってのをスタートするんですよ。それを横目でチロチロ見ながら、まあ俺はね、今やってるこれからやる仕事がね、絶対最高だし、まあいいかなと思って時を過ごすわけだから、きっとアムウェイって最初そこに陥るんですよ、みんな。わかります？だからここにいるみんな、まあそうだし、今頑張ってる人も頑張ってない人もみんなそうなんですけど、初めて聞く人も。だからアムウェイってのはまず一つ、僕から言わせてみると、今やってる仕事と比べるもんじゃありませんから。だから今のあなたの仕事が満足してるとか不満足とか、充実してるってこととアムウェイってのは比べるものじゃありません。それ先に言っておきます。なんでかって、その時僕は3年間アムウェイってのはキモいと思って生きてて、今それをずっと続けてたら今の僕はありませんから。うん、じゃあ自分のでプロバスケットボール選手を続けていった今と、ね、要するに今の自分ってどっちがいいですかって、相当今の方がいいですから。だって自分で 3on3 の大会を企画しようってやっちゃうぐらいですよ、東京で。そう、ね、でまあそんな感じでね。で、まあ、最初はそういう部分で比べるところとか、自分の中での持ってる知識でアメを分かろうとしたために、よく分からず副業仕事みたいな、ちょっとなんかニュアンスでいくと、ちょっとなんか寒い感じ、副業ってなんか嫌じゃないですか、なんか表現嫌じゃない、キモくない、なんか副業っていう表現あんまり。そっか、そうで僕の場合はそこから時が経って23歳、そこから彼女はっていうと、やめずにコツコツアメをやってたわけだから、といって大して大成功したかっていうと、してないのもまた良かったわけ。わかる、大成功よ、逃げ切れよとか言われたくせに、3年間ぐらい全然普通に、まあ貧乏ではなかったけど、まあモデルの仕事もちょいちょいやりながら、でまあアメでの収入がありみたいな、なんかそういう系の人になってたわけで、結局アメが分かったのは23歳で、何が分かったかっていうと、僕の中では紙とペンで説明してもらったこと、要するに紙とペンでこうやって書いてもらったことが現実に、要するに自由な人になれるよっていう説明を受けたんだけど、自由な人っていうのは、まず自由っていう定義が分かんなかったわけ。わかる？だから自分の中で自由な人ってなんだよみたいな。わかる？だってどう？自由な大人に会ったことありますか？だから僕の中での自由っていうのは、自由時間、自由席、どっちも不自由じゃないですか。だって自由時間にコンビニ行ったら怒られません？小学校とかは。あ、先生コンビニ行ってきます。は？って言われるでしょ。絶対言われるから。秋田県だったらもう大騒動だよ。でしょ？じゃあね、グリーン車が一番ランク上じゃん。自由席って一番ランク低いじゃん。
だって俺この間京都行くときに自由席乗って行こうと思って、結構前ですけど ね自由席ってなんか自由でいいなとか思いながら自由席乗ったわけ。そしたら隣に女の子座ってきて、何の仕事してるんですかって聞かれたわけよ。え、すごい、こんな出会いあるみたいな、ね、私就活しててなんか何の仕事やってるかわからない雰囲気なんで、すみません失礼ですけど聞き目してとか言ったわけよ。すげえなーと思って、で自由席ってこんぐらい自由なんだみたいなね。帰りどうしたかっていうと、帰りも自由席に乗って帰ってきたわけよ、ね、そしたらね、なんかプレミアムモルツ飲んでるねおっさんがね、俺の隣に座ってきて肩ポンと俺の肩乗っかってきたんですよ。いやマジ自由だなと思って、もうそれが自由ですよ。うん、みんなが知ってる。そう。で、僕の中では自由って言ってもさ、みたいな。うん。だから本当パチンコ屋で聞くチャンスみたいな感じで、嘘くさく聞こえちゃったわけよ。本当に。うん。だから自分の中でのイメージも全くできなかったんですけど、23歳の時に、だから今日初めて聞く人もね、本当にさっきの佐伯さんだったり、松延さんだったり、まあ僕もそうですけど、そういう人たちとちゃんとね、5分でも10分でもお茶すると本当わかりますよ。うん、僕がすごく良かったのは、それでイタリアに彼女がね、なぜか行くっていう展開になるわけ。それもまた急なんですけど、まあ、中島かおるさんが船を一隻貸し切ってイタリアを一周するツアーをやりますとか言い出して、でなんか盛り上がってイエーイとかなって、そしたらたまたまキャンセルが出たわけ。でキャンセルしたのがまあ川島健さんだから、まあ受けるんですけど、まあまあね、そのすぐ300人限定でね、うん、でキャンセルが出たわけよ。ね、絶対にキャンセルが出ないもう瞬間ソールドアウトの300人限定っていうのにバーッと埋まっちゃって、で俺らには全く関係ないだろうなと思って生きてたわけ、まあ、彼女からしてみたらね。そこにキャンセル待ちが出たと、うん、でキャンセル待ちは OK だったんだけど、まあ、キャンセルが出たみたいな話になって、まあ、それでキャンセルが出たんだよねってカオルさんから引っ掛かって、まあ、彼女が言われて、お前ら、ね、絶対人生で一回その自由な大人たちと行くイタリアを経験した方がいいって言われたわけで、彼女はって言うと、え、本当ですか、分かりました、頑張ります、行きますとか言って、まあ、行くことを勝手に決断し、でその日の夜ですよ、普通にバスケの練習してる時に、まあ、誘いが来るわけよ。そうで誘いが来て、ね、どんな誘いかっていうと、まあ、誘い方がまたね、まあ、イタリアに誘われたんじゃなくて、まあそまあ、なんかね、まあ、いろんな、まあうん、ピンク色の世界に誘われたんですけど、最初はね、そうなんか分かる、いきなり電話来て、ケイスケ大変、今すぐ来てって電話がするわけよ。これ本当やべえなと思って、なんだろうと思って、分かったすぐ行くって言ってチャリこいで行って、で部屋に行きました。で部屋に行ったらジェラートピケのパジャマをね着た彼女がね、分かる、ジェラートピケも調べて結構肌触りいいわけよね、うん、まあ、そのジェラートピケのパジャマを 半分はだけた状態で、その当時ゼクシーの専属モデル、今もそうですけどね、ゼクシーの専属モデルに2万分の1ぐらいで受かったんですよ。そうで、ゼクシーの専属モデルって5年保証ついてるんですよ。すごくないですか、うん、5年保証付きのモデルってあんまいないじゃないですか。そうそうそう、だからそれ2万分の1ぐらいで受かって、まあね、そのブライダルの撮影とか、まあまあ、まあ、それは別に安眠しながらの副業だけどねとか言いながら、なんかそういうのをやり始めた時で、でちょうど布団に半分入った状態で、ね、僕が走っていくわけですよね、チャリコイでジャジャジャーンって言ってバーンって言って、ね、どうしたって言ったら、ねえケイスケ、イタリアに行こうって言われるわけよ。そんな感じで本当になんか分かる、布団に半分入りながらイタリアに行こうみたいな。まずイタリアよりもまずそこに入りたいじゃん、普通はさ。いや、そりゃそうでしょ、ゼクシーの専属モデルが半分はだけた状態でイタリアに行こうって、布団半分空いてるわけよ。迷わず飛び込むでしょ。そう、まあその時の僕も若かったんでね、まあまあまあ若かったんで、まあそうですけど、まあそれで結局 OK イタリアに行こうみたいな話になるわけよ。そうそうそう、でよくよく話を聞いてみるとね、それっていくらかかんのって言ったら、一人120万って言うわけよ。まあそんな笑える気はぁみたいな。あ、そうなんだ、へえみたいな、そうなのねみたいな、カオルさんが一緒に行こうって言ってくださったのみたいな、え、カオルさん出してくれないんだ、うん、実費みたいみたいな、そうか、そうだねみたいな、え、どうすんのみたいな、それどんぐらい行くの、2週間ちょっとみたいな、結構長いねそれもみたいな、いつ行くの、来月、早みたいな、お、来月120万だから、もうすぐ120万振り込まないといけないんだよ、一人ずつみたいな、ね、お金どうすんのって言ったら、私はちょっとパパに聞いてみるって言って、その場で父さんにスピーカーにして電話しだしたわけ、ね、で親父が出るわけよ。で、あのパパお願いがあるんだけどさみたいな、カオルさんが一緒に行こうって言ってくださってて、イタリアになんとか行けないかな、120万ぐらいかかるんだけどって言ったら、親父がね、いいよって言うわけよ、ね、ちょうどなんか300万ぐらいいろんなことして、なんかお金が入ったからいいよって言うわけ、いや本当にありがとうとか言って、で、まあ俺の分は入ってないんだなと思いながら電話が終わるわけよ。ああ俺の分はお金入ってないんだへーみたいな。そうで結局どうなったかというと、ケイスケも絶対お父さんかお母さんに頼んだらいけるってって言われて、で俺はカチンときたわけ。なんでかというと、ジャスコの店員と普通のサラリーマンの家系だから、わかる。そういう秋田県で生まれて別に海外とかも行ったことない家系なわけよ。
そう、そういう俺が要するに頼んだ時に大変なことになるなってことは分かってたけど、でもまあ彼女がそう言うから信じてみようと思って、僕基本的に素直なんでね、まあ、次の日電話したら、まあ、案の定ね母さんが出て、まあ、携帯に電話しても出なかったんで店に電話して、で結局店に電話したんですけど、まあ、お母さんにね120万貸してってこともなんか最初はね120万貸してみたいな、分かる何言ってるか分かんないことしか言えないじゃんね、そうそうそう、で結局120万借りるどころか、まあ、着信拒否みたいな感じでね、まあ、もういい加減しなさいよみたいな、むーとか言って、もうお父さんに電話してもらうとか言いながら親父から電話来て、死ねよって言われて、で電話を切られてね、しばらく親に電話しても繋がらない日々が続いたんですけど、まあ、そんな感じでお金借りられなくてイタリアに行けないはずだったんですけど、そこでなんか知らないけど僕の中でイタリアに行った方がいいっていうなんか直感が働いて、で結局自分で20万円準備してイタリアに行ったんですね。でイタリアに行ったことが本当に自分の中で人生で一番大きかったんですよ。そう、イタリアの景色を見て興奮して頑張ろうと思ったわけでも、ね、イタリアの食べ物が美味しくて興奮したわけでも、飛行機に乗って興奮したわけでも、何に対しても別に興奮したわけでもないんですよ。ただ誰と一緒に行くかっていう部分がやっぱりすごく大きくてね、うん、結局一人でそば食う、昨日もね、あの銀座で一人でそば食うところが、まあ、まあ、5、6人でそば食ったんですけど、やっぱり誰と飯食うかって結構重要じゃないですか。で僕イタリアに行ったのが彼女だけじゃなくて、要するに中島薫さんって人を通したアメで、要するに成功っていうね、なんかその成功って言葉も嫌いだったし、なんかそういう成功してる人っていうのも大嫌いだったんですよ。でキモくないですか基本的に、何成功者みたいなね、僕の場合どちらかというと小里編の成功者の方が面白いかなってバカにしてるぐらいの感覚だったんですよ。なんでそこ笑わないの？まあそんな感じでね、結局イタリアに行って、まあどうなったかっていう話なんですよ。そうで、思い出はほとんど残ってなくて、今考えるとね、今振り返った時に1回目のイタリアの思い出ってほとんど残ってなかったんですけど、結局残ってたのはあの時に船の中でどんな会話をしてたかっていう。そうで、まあいろんな、ね、せっかくイタリア来たんだからいろいろね、一緒に来てる人とかとも別にアメの人とは知ってたけど、まあ仲良くはあんまなりたくないけどみたいな、まあ適度に仲良くなろうと思っていたイタリアなんですけどね、船の中での会話が相当気違いだったわけでしょ。もうどんぐらい気違いかっていうとね、要するに旅があって、で30代40代50代ぐらいの人たちが本当に遊んでるんですよ。そう、これね、日本にいるかわかんないじゃん。もうそういうなんかツアーみたいな、もしカオルさんが次企画したら一回行ってみればいいわけよ、別に成功してなくても。もう変態だから、俺とかちょうど23で行ってるからクラブとかよく行くじゃん。でクラブのノリで海外の船の上で30代40代50代がモヒートとかシャンパン飲みながらウェーイって踊ってるわけ、全力で。でなんかもうテンション上がっちゃって、もう船動いてるのに成功ーって叫んだりしてんの。どうなったかって、23歳一番端っこでこうやって立って見せたもん。だ補欠みたいな感じよ、わかる？だから分かる、あの野球部で言ったらフェンス越しで声出しみたいな、ファイターみたいな感じだもん。もうこんな感じよ、本当にずっと。もう混ざれないわけよ、空気がすごすぎて。うわぁ、こいつ何なのこの人たちと思って。で、結局そのね、イタリアのツアーが終わりますっていう最終日の夜にね、まあみんなでなんかその船に乗りながら、会話をするわけですよ。その時の会話がまた変態なんですね。どんな会話かっていうとね、お前この後どうすんのみたいな。いやぁ、楽しかったね、やっぱり地中海クルーズってやっぱ最高だよなぁ、みたいな。お前この後は、あ、俺オランダ行ってから帰るんですよ、みたいな。いや、アムステルダムとか行きたいじゃないですか、みたいな。あ、そう。俺、ね、去年行ったけどめっちゃいいよ、みたいな。マジっすかみたいな。あそこの、なんかアムステルダムの近くのあそこのあのカフェとか絶対入った方がいいよ、あれのね、あれがめっちゃうまい、あ、了解です、わかりましたとか、携帯の画面メモにそれ書いてね、あ、オッケーですみたいな。え、お前はって言ったら、あ、俺バルセロナ行くんすよみたいな。うん、結構ね、あのなんか景色が綺麗なとこあって、そこちょっと行ってこようと思って、ふーみたいな。お前は、俺この後タイなんですよね、一気にみたいな。お前タイ好きだなみたいな。いや、タイやっぱ良くないですかみたいな。え、で、お前はって回ってきたわけ、ついに俺の番が。わかる？で俺も流れで一応2週間ぐらいいるし、でみんなほら振ってくれて、で俺も流れで俺東京帰りますみたいな、わかる？選択肢1個しかないのにね。そう、東京帰るしか方法ないのに東京帰りますって言って、で結局、ね、この人たちは何なんだと。そうそうそう、だからなんか本当ラーメン食った後にちょっとアイス買いにファミマ寄るみたいな感覚よ。そうそうそう、そんな感じで本当にね、あのイタリア行った後にオランダ行ってから帰るだの、タイ行ってから帰るだの、とにかくいろんなことをね、もう自由だったんですよ。そうで、自分でそう思った時に23歳でしたけど、本当に自分の人生を考えちゃったんですね。うん、で結局、待って待って、ちょっとすごいすごい盛り上がってますね、外も。うん、そうで、まあ23歳で本当に考えたわけ。マーケティングプラン、いつまでたっても始まらないけどね。始まるよ、もうすぐ。もう始まるよ、もうすぐね。うん、
それで、またすごいじゃん、もう、みたいなね。うん。で、23歳で、自分の人生を考えたわけ。だから今23歳の人でね、本当に自分の人生考えたことある人いますかね？うん。え、ちょうだい、ちょうだい。すごいじゃん。俺も負けないぞ、本当に。そうそうそう。いや、本当にいないと思うわけ、正直。正直どうすか？ね。だから、ね、アムウェイで本当にね、要するに短期間で成功していく人の年齢って、結構ね、25歳以降から、うん、実は分かりづらいゾーンも25歳以降からなんですね。25歳以降でアムウェイ気づくのも結構分かりづらいと僕は踏んでるんですよ。だけど分かってからね、成功するまでのスパンが早いのも25以降なんですよね。わかる？ 20 代ってアムウェイってことを、すげえじゃんっていう年齢は早いわけ。だけど本当に成功するまでの時間はかかるんだよね。なんかわかるかな？それって簡単で、自分の人生をちゃんと見つめた時期っていうのにアムウェイが入ってくるとわかるわけよ。もう一つは全くそんなこと考えてなくて、アムウェイが入ってきて真剣に考える人っていうのがいるわけ。そう。で、僕の場合はどちらかというと、先に自分の人生のことを考えてみたんですね。じゃあ、俺がイタリアに次来るのはいつかなと。ああ、でもお金貯めたらイタリアには来れるなと。でもこの人たちってどんな人たちと来てるっけって思った時に、その300人の中でね、中学校の同級生と来てたり、大学の同級生、もしくは兄弟で来てたり、とにかく自分の身近な人たちとイタリアに来てる人がほとんどだったんですよ。じゃあ自分の身近な人、じゃあ自分の中学校の同級生とか小学校の同級生とか、その辺の人たちと一緒に俺イタリア来るのいつだろうと思ったら、まあ、65歳まで無理だってことは分かったわけ、このご時世でね。うん、だって秋田にいる今は自分の小学校の同級生と一緒にイタリアに2週間、無理ですもん。うん、って思った時に、あ、この人たち一体何やってるんだろうって分かってたはずなのに彼女にもう一回聞いちゃったんですよ。そうそうそう、だから本当にアメが分かると、もう一回アメっていうものを教えてもらっていいですかって聞いちゃうんだよ。で、捉えたきっかけは、まあね、彼女に連れてってもらった家で聞きました。副業とか仕事とか思って聞いたハムウェイは、自分にとってみたら興味なかったわけ。だけど、本当に自由な人たちと会って、なんだこいつらと思いながら、でも自分の人生でこういうことはもう、あ、起きないな、みたいな。待って、でも起きてるなと。だってイタリア旅行に来てる人で、300人の中で65歳以降が一人もいなかったわけ。みんな30代、40代、50代ぐらいの人たちが本当にざっくばらんに楽しそうに来てたわけよ。そう思った時に、俺は来れない、ちょっと待って、俺も来れるんだったら来たいな、どうやって来たんだろうって遡っていくと、アムエってなったわけ。アムエの人たちと一緒に行くんだよって言われてるのに、アムエみたいな。で、彼女にもう一回、あのさ、この人たちってアムエでもしかして来たのかなって聞くわけよ。そしたら彼女だったら、何言ってんのみたいな。どうかしちゃった、イタリア来てみたいな。いやいや、あのね、アムウェイって、俺聞いたアムウェイってさ、なんか洗剤とかそういうの紹介していくやつでしょみたいな。なんかグループとか作っていくやつでしょみたいな。こうなんのみたいな。そうだよみたいな。うん、多分ね、全然思ってるのと違うと思うから、もう一回ちゃんと教えてあげるねって言って、同じ話を、ね、もう一回聞いたんですよ、2回目。でも結局、自分自身で自由な人たちを見た後に聞いたアムウェイだったから、ね、すんなり分かったわけ。あ、これをやったらこうなるわけか。って言って23歳で聞いたアムウェイはもう宿題だったわけ、俺からしてみたら。仕事とか副業の域を超えて、もう宿題。で、この人たちはある日宿題ってことにアムウェイが分かって、で、宿題を終わらせた人たちが来てるんだってことが分かったんで、俺も宿題を終わらせようと思ったんですよ。だからこの中でね、まあ初めて聞いた人、もしくはまあこれからどうのこうのってあると思うんですけど、もうはっきり言ってね、今現在で日本中でアムウェイってものを副業とか仕事っていう風に捉えてやってる人がほとんどです。もう9割。うん。だけど僕ね、今日言いましたけど、宿題だと思ってやった方が絶対いい。うん。で、ほんと宿題ですから。うん、終わりが来るんですよ、この話って。だから友達に教えたいし、友達とシェアしたいんですね。終わりが来ない話だったら別に友達に教える必要なくないですか。そうでしょ。終わりが来るってどういう意味で終わりが来るかというと、自分で終わりが決められるんですよ。うん、じゃあ今の仕事の終わりって決められますか。30過ぎたらもう働かないって言ったらどうですか。お金入ってきます？入ってこないでしょ。うん、だからそういう部分で僕はアメを宿題だと思ってる、まあ一個人的な意見ですけど、でもそういう観点でアメってのをもう一回ちゃんと聞いてほしいなと思うわけ。シンプルにね、今まで自分がやってきた過程とかね、アメ歴長いとか短いとか、頑張ってる頑張ってない一切抜きにして、アメを仕事とか副業っていうのを全部取っ払って、一つの宿題だと思って今から話す話を聞いてほしいわけ。そう。だからあなたがやるとかやらないとか、その宿題に取り組む取り組まないっていうのは自由です。だから別に取り組まなくてもいいわけ。ただ宿題が終わってこうなった人がいるよってことを知ってほしいし、この宿題は誰でも終わらせることができるよってことを分かってほしいわけ。それを知っていてこれから生きていくと絶対楽。うん、何かあった時に、はい、仕事がいきなりなくなりました、職場なくなりました、へへみたいな、いよいよ宿題に取り組む時が来たかみたいなね、分かる。そういう時渋い顔して教えてくれた人のところに、
宿題教えてくれやろう一緒にみたいな感じでいいじゃんそれで。うん、で俺はそう思うし、逆に今仕事とか副業と思ってる人はちょっと硬い、うん、なんか硬いよみんな、うん、えあれそう、雨ってそんなお堅い仕事ではないからね、うん、だから僕は本当にずっと宿題だと思ってやってるんで、結局それでね、あの大学をね、まあ早退して、で雨っていう宿題に取り組んで、結局1年と4ヶ月で終わりました、僕の宿題は。で次どうなったかっていうと終わったわけでしょ。それ終わった瞬間にどうなったかっていうとね、一緒に始めたわけ、一人で始めるよりも二人の方が効率いいじゃん。雨ってそんな感じだから、みんなでやったら早く終わるわけよ。そうでしょ、うん、夏休みのドリルみたいな感じよ。何がドリルなのかわかんないけどね、うん、ね、結局それで俺が終わったのを見て、俺の最初に教えた大学の後輩2人終わったらこうなるってのを間近で見ちゃったわけよ。今わかるかな。で俺終わってから月に1回海外行ったり、なんかわかる、引っ越ししたりね、4畳半で雨スタートして18万ぐらいのとこ引っ越してみたいな。そうそうそう、で月に1回海外行ってるわけよ、フィリピンとか韓国とかそういうとこ行きながらワイ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 してるの見て、宿題終わるとマジであんな自由になるんだと思って、クソーって言いながら宿題をこの1年ウィーってやって、終わったみたいな、終わりました、終わったの、ウェーイって言ってラスベガスに行くわけよ。そんな感じだから、これからの僕の毎年って相当ウケるんだけどね、なんか渡辺塾みたいな塾があって、ね、俺がこうやって、いやイメージしてね、塾で言うと本当宿題だとするよ、あなたが思ってる宿題だとすると渡辺塾っていう塾があって、でその塾にお願いしますとか言って入ってくるやつがいるじゃん。でこうやって解いてね、そこの問題を、すいませんこの問題ちょっとわかりません、答え教えてください、教えねえよ意地悪って言いながらやって、まあ、絶対答えとか教えませんから僕は、ね、うん、それはヒントをあげようみたいな、ヒントくださいみたいな、で僕はヒントを教えながらその人が宿題を解いたら、終わりました先生、終わった、よっしゃ、こっからは時間気にせず生きれるな、お金も気にせず生きれるな、よしどこ行く、好きなとこ行こうぜ、一緒についていくぜっていうことが言える毎年になっていくわけよ。そういう話なわけ、アメって。でもあなたが思ってるアメってあれでしょ、ファイトケミカルスって知ってる、実は活性酸素っていうのがガンを抑制するかもしれないんだとかやってるでしょ。マジキモいそういうの。いやいや笑ってるけど、あなたの雨ってそんな感じだから伝わんないんだよ。ね、あなたはね、誰それ本当キモいとか言いながら客観的に見たら、お前じゃんそれって感じなんだよ。みんな知ってる、人生の勝ち方を知ってしまったんだ俺、聞くかいみたいな、そんな感じでしょ。あ違う、俺しかやったことない。いやばい、だって俺相当いろんな入り方やったことあるよ、ちょっとわかる、なんかわかる、なんかすげえもうなんか、いやもういいや、やめよう、はい、話、うん、別にだって、え、あ、もういいか、はい、そういう感じ。だから今まであなたが思ってるアメと一緒に比べないでください。いいですか、大丈夫、あなたが思ってるアメとリンクさせられても困る。そうでしょ、全く別物ですから、もうだからインザ渡辺ワールドに入っていくわけですよ。うん、だからといって洗脳はされません、大丈夫ですよ。最後の方には、へぇ、面白かった、でそれで終わりますから、うん、だからそれでいいんです、別にやる話でもありませんから。とにかくあなたにとってみてアムエってものが一つの宿題としてあなたの認知してくれればもう OK、 やるかやらないかはあなた次第だけど、手伝ってくれる人もいるし、一緒に終わらせたいと思ってる人が今日あなたの隣にいるよってことだけ分かってくれれば OK です。いいですか、うん、一人でやるよりもあなたと一緒に宿題を終わらせたいっていう人があなたの今日隣もしくは後ろにいる人だから。そうでしょ、そうで、なんで私にアムエなのと、そう、なぜ私に雨が来たと、そしてなぜあのこの、ね、教えてくれた人は頑張ってるのってことが分かれば OK です。そうでしょ、なんで私に教えてくれた人がそんな雨頑張ってんのと、そんなに夢中なのと、そしてなぜ私に雨が来たのってことが分かれば今日は御の字、そう、それを伝えていくのが雨ですからね、はい、で、いいですか、話していきますよ、大丈夫ですか、はい、で雨ってのは何ですかっていうと、日用品のメーカーですね、はい、じゃあ日本の日用品のメーカーって何がありますか、はい、はい、CM、テレビ見てるでしょ、みんな、はい、テレビ見ました、はい、で CM になりました、はい、で CM の前、ちょっと CM に入るちょっと前、ね、あの番組の終わり、分かる、番組の終わり、はい、提供って出るでしょ、うん、P&G と買おうってあるでしょ、そのナレーションどうやって入るか知ってます、ね、P&G と明日を変える、買おうってね、変えてもらった人いますか、この中で、いないでしょ、はい。まあいいんです。はい、メーカー、結構僕パワフルになってくるとどんどん汗かいてきて、こう、潮吹くぐらいまでいきますけど、大丈夫ですか？今日黒、黒 T ですからね。はい、いいですか？はい、メーカー、まあ、
ちょっと待って、俺のパワーに負けてないこの人数が。何は、いいです。はい、いいですか。はい、メーカーが物ができると商社に行って、はい、代理店に行きます。で、問屋に行きます。で、第二問屋に行って、はい、これがストアに並びます。で、ストアに並んだものを買いに行くって、こういう感じですね、普通の流通は。はい、メーカーで1円でできたものが、中間流通を通すとどうなるか値段が上がっていきます。それに CM 費っていうのを乗っかって120円とかで買えていますね。はい、これが普通の流通。ジャーメンはっていうと1959年にアメリカで生まれた会社です。アメリカで生まれて世界で初めて中間流通と CM をやめました。やめてどうしましたか。ストアと同じ立ち位置のところにポイントカード制にして、ポイントカード持ってる人が直接カタログ通販をできるようにしました。OK ですか。そうすることによって今まで中間流通でかかってたお金、そして CM にかかってたお金がかかりません。だからどこにお金をかけたかというと、ここにお金をかけました。普通のメーカーが1円で作れるところを、アメは30円で作れると。だから原価にお金をかけた。だからここにいる男子に質問、昼間だけどいいかな。うん、いいね。あのね、自分のね、クローン人間の彼女がいました。これちょっと次世代ね、ちょっとイメージして、クローン人間の女子ね、彼女ができない系の男子が買えるようなシステムになった未来にだとしようオッケー、コンビニとかで、あのプリペイド式の彼女くださいみたいな、あ、いらっしゃいませみたいな、わかりましたーっつって、あ、こちらでいいですか、あの藤子でいいですか、藤子で、はい、藤子ちゃんありがとうございますって言って、はい、藤子ちゃんに2体ありました。で、緊急輸送システムっていうのがあったとするよ。それが予算 1万円と30万円のコースがあったら、どっちがね、美しくなったり自分好みになって帰ってくるかな。ちょっと分かりづらいかな、すごく分かりづらいかな。いい？あ、クローン人間の女の人2人いましたね。要するに予算1万円のコースで韓国に輸出、そして戻ってくるコースと30万円のコース、どっちがすごいと思う？こっちでしょ。原価にお金をかけるってそういうこと。分かりづらいかな。え、分かりやすいでしょ。何言ってんの男子、どうしたの。装飾系、装飾系の集いなの今日。何、いい？じゃあ1万円の彼女ってどうやって帰ってくる。お前2人だけかよって言うでしょ。そりゃそうじゃん。1万円くらいだったら2人くらいで帰ってくるじゃん。もう30万円だったら、お前、お、こういう感じでしょ。え、そういうことじゃん。そういうことだよ。原価にお金をかけるって素晴らしいことなんだよ。わかる？そうそうそう。で、30円のものを普通に買うよりも安く提供しますよーっていう風にしました。ここまで OK ですか？はい。で、普通のメーカーはというと、メーカーで1円で作ったものを商社の10円。この差額の9円っていうのがメーカーの取り分。だけどアムエっていうのは30円のものを80円で販売した、この50円っていうのが取り分になるわけ。だから一つのものが流通していても、要するに上がりが半端ないわけよ。 CM してないし中間流通通してないんで人に広まりません。だからあなたがこれから先テレビや本 CM を通してアムエっていう会社を知ることはできません。サプリメントの CM はあったかもしれません。だけどアムエってこういう会社ですよっていう CM は一切やったことありませんから。だからアメって会社がこういう会社ですよってことを、本とか何か自分がただテレビをつけた、本を見たっていう形で聞くことはできなくて、ポイントカード持ってる人、もしくは持ってない人か、まあいいんですけど、持ってる人から教えてもらわない限り聞けないようになってるんですね。大丈夫ですか。だからポイントカード持ってる人が教えてあげてくださいって話なわけ。で、大体勘違いするのがこの図を見た時に勘違いするわけよ。あー、ポイントカード持ってる人が営業するんですねみたいな、違うわみたいな、うん、大体思うわけよ。そうでしょ、これ、はあ、じゃあ、はあ、あれですよ、物とか進めるんですよねみたいな、うん、それ大体昭和。大丈夫、うん、まあ、昭和をバカにしてないですよ別に僕は。そういうスタイルがあっていいかなと思う。平成時代にこれはね、ちょっときつい。いい？じゃあポイントカード持ってる人が持ってない人に教えるっていうのはどういう感覚かっていうと、もしツタヤっていうものが世の中に知れ渡ってない、 CM とか中間流通してない会社だったらどうなるかって話よ。OK？ もしツタヤってものを伝えてくださいって言われた時に、この感覚でいくとこんな感じ。 T ポイントカードを持ってる僕が持ってないあなたにどう伝えるか。まずビデオってものの存在を伝えるでしょ。お前ビデオって知ってる？お前昔見てたあのドラマもう一回見れるぜ。マジ？見れんの？いや見れるんだよお前。え、それどうやって見んの？ツタヤって会社があってな、それが T ポイントカードってのを持ってると、そのツタヤっていう店舗で借りれるんだよビデオ。マジで？どんな種類あんの？めっちゃいっぱいあるぜ。すげえぞ。お前が見たいもの全部入ってるぞ。マジ？みたいな。え、それどうやって作るの？ツタヤに行って、で、ポイントカード作るんだよ。ツタヤの T ポイントカード。で、その時に絶対に誰から聞いたんですかって聞かれるから、その時に俺の名前を入れてくれ。わかった。オッケーって、そいつがツタヤの T ポイント、ツタヤに行って T ポイントカード作りました。で、ツタヤでビデオを借りたっていう感じ。これ物売ってないのわかる？
分かりづらいか、分かりやすいはずなんだけどな、まあいいか。はい、じゃあポイントカード持ってる人が持ってない人に教えてくださいって話、 OK ですか。はい、でポイントカードを作るには一応条件があります。それはツタヤの T ポイントカードにはありませんけど、アムウェイにはあります。20歳以上で学生はダメで、ポイントカードを作るのに3600円が必要ですよって、このルール。はい、でこれ久しぶりにやりますけど、ね、これを自分なりに分析してみました。これ超久々にやりますよ。いいですか。なぜ20歳以上なのか。19歳で成功されたら一応困るよね。うん、だって親の反対を押し切って成功拒否みたいになりそうじゃん。わかる、まだ未成年なんで、うちの子は成功とか早いですとか、親が右腕に出てきて、あ、そうですよねみたいになって成功しないことが出てくるかもしれないから、とりあえず20歳以上じゃないとダメね。あ、これなぜアメが20歳以上じゃないとダメかというルールね。あ、適当ね、これ。うん、わかる。あ、もうだいぶ俺のこれ個人的な意見ね。うん、オッケー。で、学生はダメ。これいいよね。これいいですよね。昔学生がオッケーだったわけですよ。長いんですよ、アメって。35年ぐらい日本に来て続いてますから。そう思った時に、入りたて48の時は学生がオッケーだったんですよ。その時にダブル山崎さんがやらかしちゃったんですね。いい意味でね。そう。で、ダブル山崎さん、山崎拓海さんと山崎義行さんというのが、アメが大学生オッケーだった時代に、広島でね、要するに陸上競技を頑張りながらってわかるでしょ？山崎拓海です。広島で僕が陸上競技を頑張っているとき、私は先生になるために頑張っていました。そのときちょうど来月からアムウェイが学生がダメっていう時期に差し掛かりました。僕のクラスではアムレアムレなんて言いながら、アムウェイの話題がすごく持ちきりで、いつ僕のところに来るんだろうなんて思いながら、そのアムレなんてものをすごく、まあちょっと大丈夫これは？めっちゃ似てるからね。どんだけ CD 聞いたんすかって話でしょ。めっちゃ聞いたから。は？いいですか。そういう感じでね、山崎匠さんって人は大学生の時に雨を聞いて、で大学生 OK だった時代に大学3年で雨を聞いて、大学4年の時に年収1500万ぐらいになってますから。そう、山崎義行さんって人は横浜国立大学に勤めて、まあ要するに学生の時に雨を聞いて、卒業する頃に年収1000万になっちゃったと。じゃあもし今も仮にね、大学生が OK だったらどんな時代になってますかっていう、この平成のこのご時世、21世紀にね、大学生が OK だったらどんな感じかっていうと、きっと盛り上がってない大学のサークルに絶対アムサーってのが存在するじゃん。ちょっとイメージして。アムサーって絶対あるでしょ。それどんな感じの空気かっていうと、ちょっと盛り上がってない大阪のすごく地味な専門学校のアムサーの内容、こんな感じ。今年の、もう、成功するっていう目標をしっかりみんなで達成しよう。な、この専門学校から一人も年収1000万も出てねえじゃんかよ。何のためにこのサークルがあるんだよ。去年の3年は全然ダメだったし、この短大が3年で終わりだからって、でも3年がマジでもうダメじゃんみたいな。今年は1年だけど、俺が部長になる。絶対に俺がこの1年で達成するから。で、こいつが新人の田中って言うんだ。こいつがすごく、まあ、俺の地元の一応後輩なんだけど、まあすごくな、いい感じだから紹介するな、みんな聞いてくれ。田中っす。俺一応友達の数だったら地元だったら計り知れないんで全然俺アメで成功する気満々なんでよろしくっす。そうすると秘書みたいなやつが目がかかったやつが、アメは友達の数が多いからって成功するとは限らないと思うなお前うるせえよみたいになるからダメなの。ダメでしょ。そうなったらそういう空気になるじゃん。もう新聞に載ると思わない？乗るでしょ絶対ね。うん、ね、いや分かる。マクドナルドでチャンスの提供する学生が増えるみたいな。分かる。こんな感じ分かる。某丸大学大学生マーケティングプランよりみたいな、こんな感じ。これあれさ、だからダメです。はい、いいですか。はい、そういうのが起きるんでダメです。はい、で3600円っていうのはもともと8400円6000円で3600円ってなってますから、うん、別にこれ3600円であなたがポイントカード作りました、仮にで金もと思ったあなたがポイントカードすぐ返したらお金返ってきます。大丈夫ですか。僕も今ポイントカード持ってますけど、これ僕今返してもこの3600円戻ってきますから大丈夫ですか。ただ1年に1回来年、まあ1年に1回更新の時期ってのがあって、更新しますか、いいえって言ったらこのお金戻ってくる。ただ更新しますかって言った時に3600円が年会費でかかるって感じ。うん、嫌だったらすぐやめる。うん、ね、そんな感じです。大丈夫ですか。これがまあポイントカードを作る条件。はい、よろしいですか。はい、何が L マーケティングプランなのか分かんなくなってきましたね。なんかお笑いみたいなのじゃダメなこれは。はい、いいですか。じゃあポイントカード持ってる人が一体持ってない人に何を教えるんですかって話、ここが一番重要なんですよ。要するに教えるってことをね、みんな言うと大体私はって言うわけよ。いいえは、ね、まあいい、はい、行きますよいいですか。これをね、僕が1年と4ヶ月することによって宿題が終わったんです。これ事実ですからね。いいですか。僕が友達に教えてきたことはこれです。ね、要するにあなたっていう、まあ僕もそうですけどね、あなたは日用品、このアメのカタログパラパラってめくると日用品のカタログですから、日用品のその要するにどこで買ってますかって言った時に、大体ドラッグストア、
もしくはあとはまあドラッグストアとかですよね。え、ドラッグストアとかじゃないですか、松木用とかドラッグストア、その辺のまあ買ってますよね、通称店で買ってますよね、うん、ドラッグストア、あとはまあコンビニでも何でもいいんですけど、はい、でこの辺で買ってると思います。はい、でこのね、ここら辺で、ね、買ってる日用品をここでアムウェイに買えます。とどういうことかというと、カタログに変える、店で買ってるものをカタログに変えるとどうなりますかというと、ポイントが貯まるんですね。ポイントが貯まります。はい、ポイントが貯まる。どういうことかっていうと、このカタログについてある、ね、シャンプーにはポイントがついてるわけ。じゃあポイントが貯まるとどうなるんですかっていうと、キャッシュバック、ね、お金が返ってきますよっていうことなんですよ。これ大丈夫ですか。ポイントが貯まるとお金が返ってくる。これ1日から31日までの1ヶ月間の間にあなたが何ポイント貯めましたかっていうのを全部計算してくれる、その表がこれ。 OK、はい、3万点貯まったら 3% 世の中で出回ってるお金にして返しますよってことがすごいんですよ。わかりますか。これでポイントが貯まってアムウェイ内で使えるクーポン券プレゼントって言ったら、これ全員買えるからね。今わかる、ね、アムウェイでのポイントが貯まるとアムウェイ内だけで使えるクーポン券プレゼントってなったら誰も来ないでしょ。そうなの、世の中で出回ってるお金にして返してくれるからすごいんですよ。いいですか。じゃあ1ヶ月間の間に仮にあなたがこれポイントカードに3万点のポイントを貯めましたっていうと、そのうちの 3% の900円っていうのが翌月の18日にゆうちょの口座に振り込まれます。はい、大丈夫ですか。はい、で問題なのは、要するにドラッグストアやコンビニ、店で買ってるものをカタログに変える。じゃあこの変えてるもの何ですかっていうと、はい、これ日用品です。そうでしょ、うん、ドラッグストアでからアムウェイに変える、店からカタログに変えてるもの、日用品。日用品ってみんなどう思ってますかというと、どうでもいいです。どうでもいいけど一生使います。一生使うけど使ったらなくなります。はい、こういう感じです。日用品ってのはどうでもいいけど一生使う、使ったらなくなるってものに対してポイントが貯まるとお金が返ってくるってことがすごいわけですよ。そう、じゃあ物はどうですかっていうと、いいわけですよ。なんでかっていうと、研究しててなおかつ中間流通やめて原価にお金かけてますから。そうでしょ、よくて届けてくれます。これ佐川急便と提携してるんで。そして嫌だったら返すことができるっていう 100% の保証がついてます。これはね、声を大にして言いたい。すぐ嫌だったら返して、Okay? よくて届けてくれて返すことができて、なおかつどうでもいいやと思ってる日用品があったときに、それがこだわってないんであれば、まあ、カタログに変えたときにポイントが貯まってお金が返ってくるよと。そうで、僕の場合はそれに大事にしてるつながりっていうのをすごく大事にしてますよと、こういう感じ。はい、これ大丈夫ですか。でこのことを友達に言ってただけなんですよ。でこれちょっとイメージできないでしょ。だからセブンイレブンでちょっとやってみるね。はい、いいですか。はい、これがね、日用品とかアムウェイってことを聞いてこれを聞くから分かんないわけ。ただこれがもしセブンイレブンだった場合、全員もうね、もううわーって言うんだよ。もうそんぐらい、もうだから小さい自分みたいなのがなんかこうってなるんだよこれ。いい、じゃあセブンイレブンだとしましょう。はいはい、ではそれでは皆さんこんにちは、セブンイレブン広告担当推進営業部本部の部長を務めさせていただきます、渡辺です。今日は大阪の皆さんにとっておきのニュースがあります。明日から発売されるプレミアムサンドイッチ、このサンドイッチについてあるシールを実は3つ貯めると5000円のキャッシュバックがセブンイレブンからなんとゆうちょの口座に18日に振り込まれます。どうですか。誰もリアクションが取れない。そうですよね。はい、このことは一切テレビや本、メディアを通して発信していません。私が今最初で最後です。もう二度と僕が他のところで言うことはありません。ただこの情報っていうのは僕が言っただけで、皆さんが別に信用しなくても信用してもいいです。はい、とにかく明日から発売されるサンドイッチについてあるシールを3つ貯めると5000円のキャッシュバックがセブンイレブンからあるので、それはゆうちょの口座にちゃんと振り込まれますので、必要な方は使ってください。必要でなければ全然使わなくて結構ですので、そしてこれを友達に言ってもいいし言わなくてもいいです。という感じで、私が今日お伝えしたかったのはこの情報でした。以上です。ありがとうございましたって言ったら、パチ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 ってなってザワザワするじゃん。本当かなみたいな、え、大丈夫みたいな、え、なんかそれって怪しくないとか話になるわけよ。でもあなたはっていうとね、一応 OL バージョンね、ここちょっと女の人多いから今日は OL ね、いいですか。はい、月曜日終わって火曜日から仕事だよね。はい、火曜日の仕事の昼時になりました。はい、隣のデスクの人、いい、一応俺稽古役ね、今日あなた、今日初めて聞くあなたとか頑張ってるあなた、今日全員ここで稽古ね、全員稽古。はい、稽古さ、今日はちょっと時間が押してるから食べには行けないからさ、コンビニ行かない。
うん、行こうみたいな。最初からコンビニじゃん、わかる、まず稽古は。そうでしょ、うん、あっちがファミマでこっちがセブンだけどどっちに行く、うん、どうしようかな、もう決まってるんだよセブンって、うん、どうしようかな、じゃあセブンね、珍しい、じゃあ行こうかって、セブン行くでしょ、あなたは OL だったら行くでしょ、はい行きました、でリノリノリノンって開くじゃん、で開いたらどうなるかっていうと、この一番まず向かってるね、弁当とおにぎりが見えるでしょ、見えたかな、オッケー。でその隣のコーナー、ここにね、あのそばとかちょっとナポリタンとかスパゲティ系があるでしょ、でそこに隣に枝豆系のおつまみが挟んで、紙パックの要するにヨーグルト挟んで紙パックジュース、オッケー、この流れオッケー。これね、あの相当リアルだよ、なんでかっていうと2年間セブンイレブンでバイトしてました、はいいいですか、はい、セブンイレブンで入りました、はい、そういうの見える、で、ね、同期のね、あの要するに OL の隣のデスクの人っていうのはどんな感じかっていうと、歩いていく、でその時に、え、結構大変っていう声を聞かれるわけ、どうしたのって言ったら、いつも食べてる春雨ヌードルに新しい味が出てるっていうわけよ、ね、ちょっと待って、ここ笑うとこだから本当は意味わかる、新しい味が出てると、これどっちがいいかなって言われたら、いつもの方じゃん、そうだよね、新しいものなんか挑戦しちゃダメだよね、やっぱりいつもの味だって言ってこう決めるじゃん、え、結構はどうするの、今日は春雨ヌードル、それともいつものワンタン麺、いや私今日サンドイッチなんだよ、え、意外って言いながら歩いていくじゃん、わかるで、ちょっとケーキがあって言って、どうしようかなとかサンドイッチ選んでるわけよ、で、よく見たら1個だけシールついてて、あとはシールついてないわけ、これかって言って、そのサンドイッチをおもむろに取って買うわけ、裏表紙見たら 100% 返すことができるサンドイッチですと、美味しくなかったら返してください、もしくは不具合があったら返してくださいってサンドイッチ、おーみたいな、で、シールがついてて食べたら、あ、結構うまいじゃんみたいな、ほうほうほうみたいな、で、それを1個貯めて、次の日も1個貯めて、水曜日にちょうど火、水、木、木曜日に3つ貯まって、要するにセブンイレブンに送りました、翌月の18日ね、残高紹介したらなんか増えてるお金、怪しいと思って、はい、通帳記帳しました、セブン&アイホーリングズって入ってるわけ、5000円、マジじゃんこれっつって、ちょっと待って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 、昼飯食べに行くぐらいだったらサンドイッチ食おうってなるじゃん、そうならない、もうワンだったらもう金欠の次はもう夜飯もサンドイッチにしちゃおうとか思うじゃん、そうなると友達からなんて言われても、ケイコ最近付き合い悪いよね、一緒にご飯行くって言ってもいつもセブンだし、なんか噂ではセブンイレブンになんかあるんじゃないかって言われてるんだよみたいな、最近行動も怪しいし、そういえばなんかサンドイッチ見て笑ってたよとか、そういう感じ、もうそういう感じでしょ、アーメンもそんな感じじゃん、最近いきなりテンション高くなったよとか、そんな感じでしょ、そうで結局どうなるかっていうと、それで結局ね、あのその友達は何て言うかっていうと、僕はずっと言ってましたよね、要するになんでそうなったのって聞かれた時に、だからはっきり言ってねって、サンドイッチにポイントがついててお金返ってくるサンドイッチがあるんだったらそれでいいと思わないってね、そう言うじゃん、言わない、なんでそのサンドイッチ食ってんのって言ったらそう言うでしょ、それと一緒、そのサンドイッチがそのままシャンプーに変わっただけなの、これわかる、そのね、サンドイッチもシャンプーも共通しているのはどうでもいいんだよ、昼飯なんて、昼飯は絶対カツ丼、これ45年続けてますって言うと、いる？いないでしょ、気分によって変わるし、ぶっちゃけどうでもいいじゃんでしょ、今日の家のシャンプーメリットじゃないと、もうこのメリットのメリットがすごいんですとかないでしょ、ないのでしょ、でも一生食べるじゃん、もう食いませんという日来る？30を超えたら私は断食してもう食べれないんですとかないでしょ、シャンプーも30過ぎたらしません、今何歳？35歳、え？みたいな、わかる？5年洗ってないんですかみたいな、そうなるでしょ、そうそうそう、だから一生使うものに対してどうでもいいわけよ、そう、そこに対して使ったらなくなるわけ、食べたらなくなるし使ったらなくなるものに対してポイントが貯まるとお金が返ってくるってことがすごいわけよ、わかりますか、だからあなたがサンドイッチにもしポイントがついててお金が返ってくるサンドイッチがあるならばね、正直すごいと思うはず、それの日用品という部分なんですよ、このことを友達に伝えてただけ俺は、だからなんでアーメンなのって言われた時にお金が返ってくる日用品だからっていう答えをずっとしてました、嫌だったら返すことができてお金が返ってくる日用品だから俺はアーメンの日用品使ってるよって、うん、それプラスアルファで面白い話がついてるんだけどねって、まあそれをお前は理解しがたいと思うから言わねえけど、単純にこのシャンプーってお金返ってくるし嫌だったら返せるシャンプーなんだよって、だから自信持って言えたんですよ、わかりますか、このことを友達に言って嫌な顔する友達いると思います、いません、そうそうそう、絶対ないから、でもあなたは何言ってるかっていうと、このシャンプーすごくいいんだよ、だってシリコンが入ってなくてさとか言うわけじゃん、そういうのキモいじゃん、どう、うん、いや俺あんまりそのね、カタログのその製品の仕組みとかっていうのは会社に聞いてくださいってひたすら言い続けてきたから、そうそうそう、だからそんなによく詳しくないんですけど、別に詳しくなったから成功するとかないよ、だから俺一つ言えるけど、カタログの説明をしてくださいって言うのはできないもん、だから俺カタログの別にアメイの売り上げを上げるための人じゃないから、そうでしょ、だって私たちはね、アメイの売り上げを上げるための営業マンじゃないのね、
自分と自分の友達の人生変えるためにアーメイってものを取り入れたわけよ。じゃあアーメイってのを取り入れて友達に何を言ってくんですかって、商品説明じゃないのね。うん、アムウェイっていうのは日用品で、お金が返ってくる、ね、日用品を要するにカタログに載せてると、そのことを友達に伝えてあげてください、アムウェイの代わりにって。了解じゃん、うん、このものを売ってくださいって話じゃないから、うん、そういうミッションアムウェイに課されてないから。だからあなたが何もしなくてもアムウェイから何も言ってこないでしょ。言ってこないんだよ、何も起きないんだよ。だからアムウェイのポイントカード持ちました、何もしません、あれそろそろ稼働しろよとか言われないんだよ本当に何も言わないからね、この会社。だからアムウェイっていう会社自体も、あなた見た皆さんにね、いくら売り上げを上げてほしいっていうことを望んでない会社なの。あなたがこのね、要するにシステムを使って自由になってくださいっていう会社なんだよ。そこをわからないとね、みんなその営業と一緒にしちゃうからね、なんか売ることをアムウェイから課せられてると思われてるわけよ、ノルマがあったりね。うん、ないから。そういう部分でね、僕が友達に言ってきたのは、お金が返ってくる日用品だってことをね、アムウェイの日用品はそういう日用品だとね、だから人に物を売るとかそういう話じゃないんだよってことをつまり言ってきたわけですよ。そういうこと大丈夫だから、今日初めて聞いたあなたも別にあなたに何か売りたいわけじゃなく、ただ一生使うものにポイントがついててお金返ってくるんだったら、塵も積もれば山となるだけどね、結局これ1000円かもしれないけど、1年間あなたがマツキヨのシャンプー使ってもどう頑張っても1万2000円は返ってこないんだよ。そうじゃん、ね、それ10年使ったら12万だよ。その12万ってどこから出てきたのって、どんだけ頑張っても日用品、要するにね、ラックスとかね、そういうのからは絶対返ってこないお金じゃん。じゃあクオリティはいいのって、いいわけで、しかも嫌だったら返せるわけで、俺が大事にしてきたのは、それでつながりができたり、東京につながりができたり、大阪につながりができたり、ね、もっと言うと本当に自由になっていくって話だから最高なわけよ。それをもっともっとみんなが分かってほしいわけよ。そうそうそう、ノリと勢いでやってる人がちょっと多いからね、そんな感じ。大丈夫ですか、このことを友達に僕は言ってきました。はい、そうそうそう、はい、いいですか。で次、じゃあこれを友達に言ってしまった場合、もしくは聞かれてしまった場合、大体アムウェイでうまくいかない人、もしくは相手に伝わらない人っていうのは、ここを声を大にして言ってるパターン。あの、今から僕が話す内容を声を大にして、あなたのマーケティングプランっていう1巻から5巻だとするよ。マーケティングプランっていう漫画があったとしたときに、1巻から5巻があったとするじゃん。これが第3話に来るとするじゃん。この第3話で一番盛り上がっちゃった人ってのは、第5話で大体つまんないじゃん。え、わかる？漫画だとしてみ、これ。ね、第1話、ちょっと面白くないと人は見ないでしょ？冷静に考えよ。1話から2話、3話、4話、5話だとするよ。じゃああなたがどうやったら漫画見ますか？ちょっと楽しくないと見なくね？なんか表紙でこう、なんかこうなったら、あ、見ようかなってなるじゃん。あ、しかも胸毛生えてる人がこうやってるみたい、あ、見ようみたいになるじゃん。で、これ3話でクライマックスの人が多いから、これすっげえ深いんだよ、実は。俺、マーケティングプラン喋ってる時に3話でもう終了してる人がほとんどなんだよ。実は、盛り上がる場面をここに設定してはいけないわけよ。俺の場合は2話と5話が盛り上がるから。1話はちょっとつまんないわけよ。ちょっとつまんないぞと思いながら、2話でちょっと面白いじゃんみたいな、3話が、んーみたいな。4話で、え？みたいな。最後、ふーってなるわけよ。俺のそのマーケティングプランの一つの流れはそういう感じ。これ大丈夫かな？みんなそういう風に考えてやってますかって。アップラインから教わったことを丸呑みにしてさ、ただ同じように喋ってない？だからうまくいかないんだよ。わかる？1話から5話でどこに緩急をつけるかって、緩急の法則ってあるんだからね。いい？じゃあ、はい、これ言ってきますよ。はい、あ、ついにペンが力尽きたな。そう、ペンが元気なくなっちゃうんですよね、俺が元気ありすぎて。だけよ、お前本当に。はい、いいですか。はい、じゃあここから話していきますね。はい、今日初めて聞くあなた、あなたがいました。あなたが2人の友達に言ってしまった場合、 A さんと B さん、これもね、最近言ってませんでしたけど、もう30分しかないのでこれいいのかな。まあいいか。はい、じゃあ話していきますね。 A さんと B さん、これ渡辺圭介だった場合どんな感じで伝わっていきましたかっていう話があるわけよ。これも久しぶりに話すね。うん、結構前にやってたけど、最近やるのめんどくさいなと思ってやってないんだけどね。僕の場合はどうやって雨が伝わっていったか、一つはね、エクセス事件と、あとはヘアリペア事件っていうのがあるわけよ。うん、今日は2個喋ってたら時間ないから、ヘアリペア事件話すね。まず今なくなっちゃったっていうところが一番惜しいんだけど、まあまあヘアリペアっていうね、トリートメントがあるわけよ。結構あれいいわけ。そうで、俺はっていうと基本的にヘアリペアってさ、髪のトリートメントじゃん。で、大体この髪の長さだから全然いらないわけよ、ヘアリペアとか。でもある日ね、4畳半の家で一緒に住んでた彼女がそれを買ってきたわけよ。ケイスケ、今日ヘアリペアって新しいの買ってきたんだ、絶対使わないでねって言われるわけよ。あ、了解みたいな。だってケイスケ髪短いし、これ結構するんだから、貧乏な私たちにとって、私の長い髪を維持するためにもこれ必要だから、絶対使わないでねって言われるわけよ。了解って言うじゃんね。で、まあ、いつも風呂入るじゃん。で、彼女がなんかゲストだったりどっかいなくなったタイミングで、風呂入ったタイミングでね、目視してしまったわけよ。あ、これどうなんだろうなって、なるならない、なるでしょ、普通に。
いやー使ってみようかなと思いながら、で今日いねえしどうせわかんねえだろうなと思ってピュッてちょっとつけて髪シュッてやったわけよ。で髪サッて流したら髪がトゥルトゥルになるわけよ。いや本当に髪がなんかおかしくなるわけ、髪がこれ本当に。結構ヘアリペアもしねなんか持ってる人がいたら使ってみてトゥーンってなるわけよあれおわみたいになるわけよ。でテンション上がっちゃって次の日も彼女が帰ってこないって分かったから友達呼んだわけよ。友達にこれ体感させようと思って髪の長いやつがいてね、うん、まあ田中ってやつがいたんだけど、その田中ってやつを家に集合させて、集合っつって来てね、お前俺ん家で風呂入ってけよとかね、4畳半だからすげえ狭いんだよ、うん、おみたいなお前ちょっとお前集合っつって、ね、集合って言ってね、まあ、風呂バーをガッて開けて、おいあそこに長いやつあるだろあれがやばいんだよでもお前あんまり使いすぎるとマジを殺されっからなみたいな、お前絶対バレんなよみたいな、お前を止めたってことを一応言っとくから何かあったらお前のせいにするけど、でもとりあえずね、あんまり大量に使うとバレるしね、だからお前ちょっと上限見ながらお前貴重なんだからなっつって、うちは貧乏なんだからとにかくちょっとだけ使えって言ったら、うおーとか言って、なんかそういうわかる、ちょっと希少価値が出てそいつ風呂入るわけよ。で俺テレビ見ながらこうやってこうやってたわけよ。そしたら風呂場が開いたわけ、ガシャンって、ケースケーって言われて、どうしたっこれやばくねとかって興奮してだろっつって、で風呂上がったとそいつ持ってきたわけ、風呂場から出して、でもう出すなよみたいな、もう分かる、配置とかも一応そう、ね、あの元彼女はさ、元彼女配置まで分かる、あここにあったのがないとかちょっとずれてるとかそういうの言うタイプなわけよ。ああもう持ってきたと思いながら、でもそいつなんて言ったかっていうと、えこれさね、あのどうやって買うのって言われて、いやこれ通販なんだよなみたいな、アメイって会社の通販でカタログ通販なんだよ、へえ、何お前ってさこれ買えんのみたいな、一応俺メンバーだから買えるよ、へえみたいな、えお前はって言って、あ俺、あ、じゃあお前はじゃねえや。で、それで、じゃあお前に頼んだら俺買えんのって言われたわけ。で、俺なんて言ったかというと、あ、俺に頼んだら買えるけど、お前がポイントカード作って、要するに今使ってるトリートメントをやめてこれにすると、お金返ってくるぜって言ったわけ。へぇー、どういうこと？このトリートメントはポイントがついてて、ポイント貯まったらお金返ってくるトリートメントなんだよ。へぇー、じゃあいいじゃん。俺の今使ってるトリートメント金返ってこないし、じゃあ俺もポイントカード作ろうかなって言ったら A がいるわけよ。こんな感じ。もし製品から入るんであればね。わかる？うん、まあまあ全部が全部こういうパターンじゃないけど、でもこういうパターンもあったよって話、そんぐらい使えばわかるような製品が載ってます。はい、そんな感じで、あなたが2人の友達に教えました。で教えた時にルール2つ、1番はっていうとポイントはすべて足す、2番はっていうとボーナスは後が先と、この2つのルールにのっとってやります。いいですかはい、みんなポイント貯めてました。はい、3万点、はい、3万点貯めてました。はい、いいですか、これ3万点毎月貯めてくださいってノルマありません。1日から31日までの1ヶ月間の間、いいですか、はい、1ヶ月終わりました、あなたから始まるポイント全部足しますってこうなります。そうするとどうなりますかっていうと、あなたチームってなるでしょ、あなたチーム、あなたチームのポイント全部としたら何点ですか、3、6、9、はい、9万点です。この辺はだいぶ省略していきますよ。9万 PV は 6% なんで51です、5400円。はい、じゃあどうなりますかっていうと、アムウェイっていう会社があなたから始まるチームに対して5400円ってのを配りましたと。だからどんな感じかっていうと、あのこんな感じね、あの体育会だと分かると思うんだけど、表彰式とかね、ちょっとあるでしょ、みんなスポーツやったことあったら閉会式と表彰式が合体してるパターンあるでしょ。それでは閉会式を間もなく行います、チームは並んでください、それでは第1位あなたチーム代表1名前に出てきてください、あなたね、あなた、いや、あなたが出てきました。で俺アムウェイの人ね、賞状第1位あなたチーム賞金5400円、おめでとうありがとうございます、わーパチ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 、それでは第2位の表彰ですって言って、あなた戻っていくじゃん、チームのとこにね、で列になってるでしょ。でその先頭になって、あなたがその5400円入った封筒をそのままシュッて入れたら、後ろにいる2人なんて言うと思う、お前終わった後絶対渡せよお前絶対渡せよお前、もうそのまま帰んなよって言うでしょ。そういうことよ。だからこのチームの5400円全部あなたが取ることはできないってこと。なぜならチームのお金だから。そうでしょ。だから先に後にメンバーになった人から配っていきますよっていう A さんと B さんに引いてあげて残るのがあなたですよと。いいですか。じゃあ A さんと B さんのボーナスいくらですかって言うと、 A さん3万点の 3% は900円です。はい、 B さんも一緒、3万点の 3% は900円。で2番、ボーナスは後が先だけど、後にメンバーになってる人いません、この人たちも後にね。じゃあ900、900ってなるんで、ここが900円と900円、残るのはっていうと3600円ってなるわけよ。でこうなるわけ。はい、
こういう風になります。はい。で、5400円っていうのは、3600円と900円と900円に分かれるわけ。で、大体ここでね、ふんっていう人が出てくるわけよ。あー、上が儲かってる系ねみたいな。あ、上系ですかみたいな。上系、へーってなるんだけど、問題なのはここね、あなたにも教えてくれた人がいると。もっと言ったら、あなたを連れてきてくれた人も連れてこられた時があって、とにかくアムウェイっていうのは人から来てると。そう思った時に、あなたを今日連れてきてくれた S さんも3万点貯めてましたって言った時に、この人のボーナスを計算すると、ああ、アムウェイがなんで35年続いてて、なんで私にも伝えてくれてるんだろうってことが一つわかります。いいですか？はい。じゃあどんな感じですかっていうと、あなたを今日連れてきてくれた S さんから始まるポイントは全部足しますって言うと、こうなるでしょ？はい、こうなります。そうすると、はい、ここ消しますね。はい、ここ一番、まあ、省略したい。はい。もう大体みんな、うん。はい。いいですか？はい。そうすると、はい。S チームってなります。S チームのポイント全部出すと、3、6、9、12、12万 PV です。12万 PV は何パーセントですかっていうと、9万点以上18万点以下なんで 6% です。12×6 は7200円ですってなります。そうすると、どこの金額変わりますか？ここ変わります。7200円になります。7200円全部 S さんが取ると、死ねえよっていうことを言ってきます。そうでしょ。だから A さんと B さんとあなたを引いてあげる。そうすると残るのが S さんですよってこうなりますよね。 A さん B さんあなた、じゃあ引いてあげましょう。もう金額出てますね。はい。じゃあ900、900、3600、残るのはいくらですか？1800円ですよってこうなるわけ。はい。こういう風になります。はい、いいですか。あなたを今日連れてきてくれた人1800円、あなた3600円、教えた友達900円、なんでってなるでしょ。そうじゃん。どう、こういう会社があったら変じゃない。私は OL1 年、あ、OL 好きだからね、基本的に。私は OL1 年目、A 子って言います。私は昨日ボーナスが発生して、ボーナス日でした。明細を見たら900円って書いてあって、まあ1年目だしな、900円でもなんか嬉しいなって思いながら、昼ランチに誘ってくれたあなたさん、あなたさんのボーナスを聞いてみたら、2年目で3600円でした。うわぁ、2年目になったら4倍になるんだなんて期待しながら、昼間が過ぎて給湯室に行った時に3年目の S さんに会いました。もう思い切って聞いちゃえなんて聞きない、思って3年目の先輩にボーナスを聞いたら、1800円でした。あれ ?2 年目は3600円、3年目は下がっちゃうんだなんて思いながら、デスクの周りを見渡すと、あなたさんを見る課長の目がすごくいやらしかったですっていうね。これ相当面白い話なんで、本当はこれね、佐伯さんとか絶対転がって笑ってるはずか、もっとそれかムカついてるかどっちかですから。意味わかります？そういうちょっと卑猥な会社はないでしょ。わかる？わかる。課長がちょっといやらしい目で見てるからボーナス多いとか、そういう会社ないでしょ今時。前はあったのかな、わかんないけど。要するにね、あなたの会社とアムウェイはなぜ比べちゃいけないかって話がここでわかります。なぜならあなたの会社とアムウェイっていうのはボーナスの形態が違います。今やってる仕事っていうのは基本的に勤務日数とか勤務時間がお金に変わってるはず。だから何日働いた、どんぐらい残った、どんぐらい要するに遅くまで働いた、休日に出たってことがお金に変わってます。でもアムウェイっていうのは基本的にここの本社に何回来たとか何人に言ったとか、そういうことは別に関係ありませんって思った時に、あなたの会社とアムウェイの根本的に違う、アムウェイはどこを見てますかって話、ここを見てるんですね。ただこの見る観点が誰でもできることっていうか、普段何気なくみんながしてることだからすごいんですよ。いいですか。あなたの会社は勤務日数と勤務時間ってことは、その時間にいなければ、その会社に行かなければお金は来ません、基本的に。そうでしょ。でもアムウェイの場合はこれです。これね、皆さんやってるはず。うん。要するにシャンプーをする、まあ、大げさに言うとね、アムウェイの中で評価してくれるのはシャンプーをする。要するにどういうして、ブランドチェンジしてブランドチェンジをしてシャンプーをすること、これ誰でもできるでしょ。だって普段シャンプーしてるんだもん。ブランドチェンジってことをするだけ。あとはっていうと、聞かれたら答える、もしくは言いたかったら言う、これだけなんですよ。そうそうそう。だから今までやってる普通に日常生活、朝起きたら歯を磨くね、寝る前にはシャンプーして歯磨いて体を洗って洗顔してっていうことの、要するに店で買ってるものをカタログに変えると、誰でもできるじゃん。なんでかって、今までしてることだから今までしてることのものを変えるだけじゃん。できるでしょ、誰でも。できない人いる？まあだからもう視線がまこれじゃないと、みたいな。なんかわかる？あるじゃん。なんかまなべかおりがやってるやつ、なんかあるじゃん。そういうのがあるんだったらいいよ、別に。それ使おう、みたいな。うん。だけど別に、まあボディーソープはこだわってないからいいやと思うと、それでいいじゃん。そういうことでしょ。だからブランドチェンジしてシャンプーをする。これ何気ないことでしょ。でも何気ないことなんだけど、アムウェイはそれをすごいじゃんって言ってくれるからすごいわけよ。いいんですか？みたいな。わかる？だって松木用のものでシャンプーしてても誰も何も言わないんだよ。
うん、でも雨のシャンプーしたらいいじゃんって言われて、え、いいんですかみたいな。じゃあ洗っちゃう、今日は多めに、みたいな、そんな感じよ。そうそうそう。で、聞かれたら答える。もしくは言いたかったら言う。これだけです。これって何気なく誰でもできません？できます。絶対できる。そうそうそう。だってうまいラーメン屋、今日さ、ランチどうする？じゃあ、ケンスケのおすすめでって言われて、俺が例えばね、ラーメン屋に行くとするじゃん。俺このラーメン屋最近ハマってんだよねって言った時に、ラーメン屋からお金もらったことないでしょ？ないじゃん。だけど、アーメンの場合は、ね、そこで CM っていうのをするじゃん。店からカタログに変えるとお金返ってくるよってことを言うわけだけじゃん。そうでしょ？だから言うたら俺がそのラーメン屋連れてた時に、連れてきてくれたの。ありがとう。1、2、3、はい、みたいな。いいんですか？みたいな、そんな感じ。だって君がいなかったらこのラーメン屋、知ることできないんだもん。だって発信してないから。発信すればいいんだけどね、みたいな。バカかっていうね、わかる？それだけじゃん。そういうことでしょ？ってことはどういうことかっていうと、これってみんなすでにしてるんだよ。シャンプーしてない人いる？いないでしょ？シャンプーしてるの。で、聞かれたら答えてるでしょ？どこで昼飯食った？ラーメン屋。どこのラーメン屋？あのラーメン屋。美味しい、美味しいよ。へぇ、私も行こうかな。それだけじゃん。これ何気なくしてることを評価してくれる。レベル超下げてくれてるの。わかるかな？で、この二つっていうだけなんですよ。じゃあブランドチェンジしてシャンプーしてる人どれぐらいいますかって知ってますよね。はい。じゃあ CM っていうのは S さんはあなたに教えてます。あなたは二人に教えてます。A さんと B さんは教えてません。じゃあこの中で一番この中でこの二つをこなした人は誰ですかってあなたですよね。だからあなたが一番ボーナスが多いです。じゃあ次にこなした人は S さんですよね。で、次はっていうと、使ってるだけ。使ってるだけでもお金返ってくるってだけですごいのに、それが友達にリレーしたことによって、もしくは聞かれて答えたことによって、それをちゃんとアーメイが評価してくれるからもっとすごいわけよ。A さんがある日ブータれました。お前は3600円でいいよな。俺900円だし。なんて言えばいいですか？お前も二人に教えろ。そうじゃん。だからこれがいいわけよ。自分が3600円でした。ではこの人が、リムス3600円いいな。二人に教えたらなるよって言えんじゃん。そういうことでしょ？自分がしたことを教えてあげられるわけよ。だからまたすごいわけ。ね、いいですか？ここ別にそんな大した話じゃないわけ。こっからなわけよ。わかる？みんなのマーケティングプランで唯一薄いとこ。うん、超薄いとこ。これが、こっから、僕がね、別にここまでは別に普通。みんなと一緒でしょ？でもこっからがみんなが情熱持って言わないとダメよ。本当に思いがあるんだったら。いい？はい。これに対して、この上が儲かるとか下が儲かるとかそういう話じゃないってことは、まあ、わかったでしょ？大丈夫？うん。じゃなかったらこんな人集まらないでしょ？もし上が儲かる回だったら。どんだけ下なんだよ。だって俺93万人目にポイントカード作ったんだよ。だって2年以上ポイントカード持ってる人どれくらいいますかって俺よりも先にポイントカード作ってるじゃん。もうごぼう抜きの、もうごぼうってかもうわかる？人参抜きだよ、もうそんなの。意味わかる？俺93万人目にポイントカード作って今2年と4ヶ月経って年収2000万というダイヤモンドだから。そうでしょ？もし変な会社だったら俺だいぶ下じゃん。だって93万人目だよ。ピラミッドだろって言ったら、外下じゃん、俺。1期生、2期生、93万人期生みたいな。半端ない下じゃん、みたいな。そうでしょ？そう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 。いいですか？こっからです。いいですか？上が儲かるとか下が儲かるとかではありません。ポイントは全て足せて、後が先っていう、このゴールデンルール。上が絶対儲からないようになってる、このゴールデンルールに対して、ノルマと期限がないんですよ。ってことはどういうことが言えるかというと、言い方を変えると、今日初めて聞いたあなたがいたときに、あなたを今日連れてきてくれた S さん、に教えてくれたやつ、A でもいいし、B でもいいしね。とにかくあなたに雨が伝わってくるまでにはルーツがあるわけよ。あ、残り5分、あ、いいですか。あなたに雨が伝わってくるまでにはルーツがあります。わかりますか。だからあなたにいきなり雨が伝わってくるっていう、あなたから始まってませんから、このあなたを連れてきてくれた人から始まってませんから、必ずルーツがあります。そう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 。そのルーツをできれば聞いた方がいい。うん。あなたがね、雨を聞くまでのルーツ。だから僕に雨、だから僕のグループが今日ね、あっちのモニターで見てますけど、僕に雨が来るのすらも奇跡ですから。なんでかってタトゥーシール貼ってこの野郎って言ったところで聞いてるんですよ。じゃあもしあの時にこの野郎って言っていいよって言ってたら今いないわけよ。そうじゃん。でしょ？もっと言うと、例えばね、ケイスケがいて、ケイスケには彼女、元カノがいて、元カノ母さんでしょ？で、母さんがいて、母さんが、まあまあ、足元さんって人から来たりしてるんだけど、とにかくこう人、ルーツがあるわけじゃん。そう思った時に、じゃあこの人たち、このあなたの上っていう言い方あれだけど、あなたよりもね、要するに伝わってきたルーツの中にいる人ってあなたのこと、もしくはみんなどう思ってるかってみんなチームだから。そうでしょ？そう思った時にあなたから始まるね、グループとかを S さんも A さんも B さんもみんな手伝いたいと思ってるわけよ、正直。わかる？だからもっと言うと S さんが教えたい友達をあなたが手伝ってもいいわけ。そうじゃん。だって上とか下とか関係ないんだもん。俺そういう感じ。上とか下とか関係ないから、だから俺も手伝ってもらってるし、手伝ってあげてるわけよ、グループに対して。わかる？そう思った時に S さんも、もしくは A さんをあなたが手伝うかもしれないし、
逆に言ったらあなたの教えた友達の友達を A さんが手伝うかもしれないじゃん。とにかくみんなで切磋琢磨していくと、まあ、あなたで見た時にね、あなたから始まるグループでできていくじゃん、できてくるんだよ。そう、どんな感じでできてくるかっていうとね、それは人それぞれだけどね、俺の場合だったら本当にすごいですよね。まあ石栗くんって教えたところから、石栗くんっていうやつね、これは 俺だとするよ。石栗くんに教えて、石栗くん誰に教えたかっていうと、あの新一って男に教えたわけ。そうで、新一ってやつが面白くて、アメをアミウェイってなんかずっと思い込んでたやつなんだけど、まあまあいいや、それはあんま面白くねえな。そうそう、なんかいろいろあるわけよ、伝説が。そうそうそう、とにかく今あのすげえ盛り上がってるところもいっぱいあるし、そういう感じでね、あなたから始まるつながりっていうのをみんなで手伝い続けるとどうなるかっていうと、あなたから始まって1ヶ月で150万 PV ってたまにか絶対来ちゃうの。そうそう、来たんだよ。だからこれに向かって俺が通称これをね、150万点貯まるといくらですかっていうと 21% で、後にメンバーになった人から配っていくでしょ、こうやってバーって。最後あなたに残るのがだいたい25万円から30万円ぐらいがあなたに来るわけよ。これが通称150万点30万円の宿題って言ってるわけ俺。この30万円の宿題をあなたも終わらせることができるし、あなたに伝えてくれた人も終わらせることを手伝えるし、みんなで手伝おうぜって話なの。だからワクワクするわけよ。中学校の同級生、彼氏彼女、ね、親子で手伝えるわけよ。母さんを手伝ったり息子を手伝ったり、そんなこと今までないでしょ。中学校の同級生ともう一回集まってね、ああでもないこうでもないって話し合って手伝ったり。でも共通してるのは、みんな頑張る先はね、誰かが誰かとつながって、そしてみんなが少しでも豊かになることをみんなで頑張ってるわけよ。だから最高なわけ。言ってることわかる？そう、だからこれ続けていくとさ、ノルマないわけだから。じゃあこの人シャンプーなくなりました、どこで買うと思いますか？アンメイで買うんですよ。わかる？この人なんでアンメイで買うんだよって聞いてみてください。 100% 返すことができてお金が返ってくる日用品はアンメイしかないって教えてくれたのあなたじゃないですか。あ、そうだったなみたいな。そうでしょ。はい、じゃあこいつシャンプーなくなったらどこで買うと思いますか？アンメイで買うんです。その伝えたことがポイントは全部足せるっていう形になるわけよ。わかるかなこれ。ここワクワクしないとダメ。ここをちゃんと伝えないとダメよ。わかる？だから終わりが来るんだよ。150万点の宿題だとしたら。で、俺の場合は2ヶ月ぐらいで終わっちゃったわけよ、これ。早すぎてちょっと、フィヨーンって集まってたわけよ。俺の場合はね、結構頑張ったよ、その代わり。宿題だと思ってバーってやったら、この150万点の宿題は終わった。そう。だからそんな感じでどうなったかというと、ね、松田レンタカーに勤めてる時に、ね、お前なんかさ、最近、あれだな、妙に疲れてんな。なんか副業とかまさかやってねえだろうなって松田レンタカーの人に言われて、ね、うちの会社、副業禁止だからなって言われたんですよ。で、俺なんて言ったかって言ったら、何言ってんすか、松田レンタカーが副業ですって言ったんですよ。そうじゃん。だって俺こっちでベース30万円安定してたからさ。そうでしょ？そういうことなんだよ。うん、でこの30万円ってのが時間をお金に変えてないから、まあ、なお素晴らしいわけよ。わかる？じゃあこの人に毎回毎回シャンプーってねって1ヶ月に1回話さないといけないと思う？分かったって1回言えばみたいな。お金返ってくるシャンプーなんでしょ、分かったからって言うの決まってるじゃん。そうでしょ。毎回毎回説明しに行って、この今日はね成分についてだよとか、今日は匂いについてやめてよって言うでしょ。今日は歯ブラシについてはいい加減にしてって言われるでしょ。そう思った時に、あなたがしたこと、あなたがしかも一人でじゃなくてみんなでしたことが形になるわけよ。それが最高なわけ。わかる？じゃあこの30万円あって、あなたが今これから生きるのって全然違うからね。だから今俺年収2000万あってね、先生やったら面白くない？年収2000万ベースである先生ってどう？まずフェラーリとかで来るじゃん、ブーンって言って。そうすると、え、あの先生ってなんかおかしくない、ちょっとオーラ違うよねとか言われるじゃん。で、ミニスカート履いて、ふーとか言って、やめて先生とか言って、今日はどこ連れてってくれるのっていうのを教頭先生みたいな女の先生やらしいのを見てるじゃん。あーとか言いながら、わかる？で、渡辺さん、ちょっと今日放課後来てくれるって言われるわけよ。で、その時に、あのさ、いい加減にしてくれないとそろそろ先生できなくなるわよ。あなた先生ができなくなったらもう生きれないでしょ。何言ってるんすかみたいな。先生は趣味でやってますから、いつ辞めてもいいですよみたいな。えーってなるでしょ、そんな感じの先生。だから今あなたのやってる仕事が大好きなのであれば、ね、いつ何が起きても大丈夫なようになるわけよ。だってあなたが海外行ったからって、この人ね、あいつ海外行ったからシャンプー松木に戻そうぜって言うと思う？戻さないんだよ。ってことはこれ続けていったら絶対形になるわけだから、頑張ってるし、だから一緒にこれやりたいわけよ。なんでかって、あなたの友達、今日初めて聞いたあなたの友達の友達の友達が、ひょっとしたら俺みたいに本当に人生変えたい人かもしれない。でもその間にいる人たちは使ってるだけでいいって、お金返ってくる日用品を使えるだけで私はいいって人かもしれないじゃん。でもそういう人たち全部ひっくるめて、いずれはさ、ね、このポイントは全部足せるってことで見た時に収入がさ、シェアできるじゃん。
そう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 、だそういう部分なんだよね。本当にあなたに伝えたいことって、俺が本当にずっと伝えてきたことってことは、最終的に自分が教えた友達、自分が教えた友達っていうのが150万点貯まる日が絶対来ちゃうのね。うん、普通に来るから、来まくってるから。俺の場合は初めて3ヶ月目でこの石栗っていうのが独立して、6ヶ月目でもう一人の陽ってやつが独立したわけ。そう、続けていったら友達が150万って集めちゃうわけよ。そう、集めちゃうんだよね。うん、でそうなった時に最後どうなるかっていうと、自分が教えた友達、もしくは友達の友達が150万点貯まると、あなたと教えた友達の間がブチって切れるわけよ。そうで、これを要するにアメは権利として見てくれるわけでしょ。だからその俗に言う権利収入と労働収入の違い知ってるみたいな感じの、その権利ってのはこういうこと。そう、何の権利ですかってね、土地を持ってるとかじゃなくて、友達をお手伝いしたことが形に残るっていう権利なわけよ。だから俺頑張ろうと思ったわけ。うん、会社のためにとかみんな頑張ってるでしょ。頑張ってない人いないでしょ。仕事も頑張ってるし、生きるのも頑張ってるじゃん。でもそう思った時に、俺は頑張ることが友達のためだったらより一層頑張れるなと思った人、うん、友達のためだったら寝なくてもいいなって思えるような感じだったから、だからこのアメの権利ってのが欲しかったわけ。権利が欲しかったんじゃなくて、その前提にある友達がつながりができて今よりも豊かになるってことがベースにあることを早く手に入れたかったわけ。わかる？自分が豊かになることの権利よりかは、友達が豊かになる権利が早く欲しかったんですよね。そう、だからめっちゃ手伝ったんですよ。そう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 、だからあなたが教えた友達が150万点貯まると、そこのこう足せなくなっちゃうんですけど、だけど教えた友達が150万点貯まると、そこの総流通金額の 4% 約10万円ってのがアンウェイからあなたに振り込まれますよって話じゃん、うん、で俺は今それを6人分持ってるわけでしょ。ってことは6人の友達が最低限この150万点ってのが落ちませんよって話じゃん。そういうことでしょそういう話なんですよ。ってことは最後、これ話しても終わりますけどね、最後ね、今日初めて来たあなたと、あなたを今日連れてきてくれた人っていうのはどういう感じかっていうと、あなたを今日連れてきてくれた人はここ S さん、そして今日初めて聞いたあなたはここ、どう思ってますか？あなたを今日連れてきてくれた人、照れんなよまだいいこれから先も連れ添っていきたい、もしくはあなたが少しでも今より豊かになることを手伝いたいね、一緒に盛り上がっていきたいね、これから先もっていう部分がないと絶対教えたくないのがアメ。嫌いな友達には教えたくありません。でもあなたが少しでもつながりができたり、あなたの見えない先にね、要するに本当にアメで成功する人が出てきた時に、あなたがいなければってことをちゃんと見てくれるこのアメを一緒に頑張りたいと思ってるわけよ。そうだからこの会が終わって、今日雨降ってるか分かんないけどね、あのアメの、その大阪のプラザ出るでしょ、階段下りました、そしてありがとうございましたってアメのプラザの店員の人言ってくれるでしょ。そのままピンってボタン押したらブーンって開くじゃん。イメージできてる？家出た時からが OK? ブーンって開くでしょ。でもう一回ブーンってブーンってなるじゃん、その丸っこいじゃん、あの意味不明なねそうで、あの心斎橋駅の左までにこうストレートが並んでるじゃん、わかる？ちょっとブランド物のさ、あのルイ・ヴィトンまでのコースよ、あの直線、あの直線でどんな会話してほしいか、この会話して終わるね、最後収入のまとめとかしないからね、いい？カバン持ちながら、今日はなんかありがとうね、私の中で雨ってちょっとよく分かんなかったけど、でもなんか今日またすっきりした気がする、なんかありがとう俺はさ、別にアンメイ頑張りたいわけじゃねえんだよ。さっさとこの宿題終わらせてさ、とりあえず自由に選択できるようになったらいいじゃん。なんか選択とか言う俺とかなんか変だけどさ、まあ、選択ってあの服とかの選択じゃねえぞまあ俺そういう感じだと思うから誤解されちゃうからまあそんな感じだよね。そうだよね、うん、人生一回だし、でも友達と一緒になんか盛り上がったり、まあ、バーベキューしたりとかさっきも言ってたけど、そんなことができたら本当最高だよね。うん、でもどうかな、私の中で今、うん、はっきりと今うんってすぐに言える感じじゃないんだよね。もっともっと知っていきたいって思いはあるんだけどね。でも佐藤くんでしょ、田中くん、あとは咲ちゃん、あとはエリちゃんでしょ、教えたい子はいっぱいいるんだよねってことは一緒に頑張るってことだなそういう感じ、わかる？うん、最初にそういう感じよ。自分のことだけで見たらさあれだけど、でも結局ね、教えたい友達がいるって言うんだったら教えた方がいいの。私は別にって思ったかもしれないけど、でもあの子には教えたいって、それが必要なの。うん、そうやってつながっていくことが本当に大切なことなんでね。まあとにかく今日何がいるミーティングなのか負けなのか分かりませんけど、うん、とにかく皆さんのマーケティングプランに足りないのはエネルギーと、そしてあなたが重点的に友達に伝えてる点がずれてるってこと、それをとにかく分かってください、ね、あなたは収入の逆転に唾飛ばして言ってるでしょね、収入の逆転を言いたいの？そしたら相手は何て言うかと思いますか？ね、へえ、イメージと違ったね。それで終わります。なぜあなたが伝えたいの？そこが一番重要になってきますからね。最後ですけど、そこの部分をしっかり分かって、ね、大体の人が収入の逆転に吠えてますから。ほら、すげえだろ、上が儲かんねんだよ。そんなことは当たり前ですよ。友達に教えるのに上が儲かる話だったらダメでしょ。
そうじゃない、あなたが本当になぜ伝えたいのかっていう部分をちゃんと伝えるために必要な部分っていうのをちゃんとあなたが分かって、そしてあなたの実体験をもとに話せば絶対伝わる話なんでね、あのとにかく友達と一緒に本当に自分の幼馴染とかこれから出会う人と本当に成功してほしいんで、うん、まあとにかく頑張っていきましょうということで終わりたいと思います。ありがとうございました。